こんにちは。こんにちは、永田照治のパワーアップ神奈川です。私は神奈川県議会議員の永田照治です。茅ヶ崎テレビの岩田あかりです。この番組は茅ヶ崎の不動産屋さんティーズエステートよりお送りしております。はい、今回のテーマは、はい、共に生きる社会神奈川憲章についてっていうことですけど、はい、すいません、私ちょっと知らなくて、うん、これは一体どういう、はいはい、この共に生きる社会神奈川憲章って、うん、今神奈川県の大きな理念の一つなんだけども、うんうん、やっぱりね、あかりちゃんが全然悪いわけじゃなくて、県民ニーズ調査っていうのをやったところ、うん、なんとなく聞いたことあるなっていう人も含めて3割の人が、うん、まあ、なんとなく知ってるっていう、うん、で6割の人は分からない、知らないっていうのがまあ実態で、じゃあ一体共に生きる社会神奈川憲章ってなんだっていう話なんだけども、うん、そもそも神奈川県の、まあ、大きな理念っていうのが、はい、一つには命輝くマグネット神奈川を実現するという基本理念があって、うん、はい、で、まあ、それに基づいていろいろな施策が展開されてるんだけど、まあ、それに今の神奈川県にとって匹敵するぐらい大切にしてる理念なんだけども、その共に生きるという、うん、その考えって、うん、一体ね、うん、そもそもその共に生きる社会神奈川憲章っていうのがどういう経緯でできたのかっていうことなんだけど、はい、これはあかりちゃんも記憶にあると思うんだけど、はい、2016年、うん、平成28年、はい、7月の26日に、はい、津久井やまゆり園、はい、うん、相模原のね、うん、障害者施設なんだけども、うん、そこで殺人事件が発生したと、うん、で19人の方が亡くなったんですね。そう、19人の方が亡くなって、うん、27人の方が負傷したという、うん、で、まあ、犯人がなんでそういう犯行に至ったのかというと、うん、障害のある人がこの世にいる価値がないと、これは犯人の考えですよ、うん、そういう考えに基づいて一方的に犯行を行ったという、うん、まあ、とてもね許されるべきではない、うん、犯罪行為ですよね、うん、で、まあ、これはね本当に衝撃がありました、うん、いろんな意味で、うん、亡くなった方、うん、そしてまた怪我した方の数も、ね、段違いに多いし、うん、またその犯人の動機がね、動機もそうだし、元その職員だったっていうこともすごいショックでしたよね、うん、というあの事件を受けて、その年の10月14日に制定したのが共に生きる社会神奈川憲章、この悲しみを力に共に生きる社会を実現しますというものなんだけど、これ簡単に4つの文で構成されてるんだけども、ちょっと読みますね、はい、1つ、私たちは温かい心を持って全ての人の命を大切にします。1つ、私たちは誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します。1つ、私たちは障害者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します。1つ、私たちはこの憲章の実現に向けて県民総ぐるみで取り組みます。平成28年10月14日神奈川県共に生きる社会神奈川憲章っていう、まあ、この理念、うん、これを作ったわけなんですよね。でそれに基づいていろいろな取り組みをしているということなんですよ。でこの共に生きる社会神奈川憲章に、基づいて条例も作ったんですよ、はい、うん、神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例、うん、共に生きる社会を目指してっていう条例を作りました、うん、でここで基本理念を確認して、また神奈川県の
役割、県民の役割、それから事業者、それから障害福祉サービス提供事業者の役割をこう定めて、まあ責務という表現になっているけど、こういう役割がありますよ、責務がありますよっていうようなことを定めて、いろいろな条文が展開されているということなんですよね。でこれに基づいて、これから神奈川県の、障害福祉、行政をこう展開していくということを取り組んでいるんですよね。それなんだけども、まあ、さっき言ったように県民ニーズ調査をやったところ、まあ、大体6割の人が知らないということで、まだまだこう認知度がね低いということで今日取り上げたわけなんです。でこれ共に生きる、はい、金沢翔子さんが、ダウン症の書家の金沢翔子さんが書いた、共に生きる社会で、背中にはねさっき言った4つの文章が書いてあるという、それを着て今日は収録してるわけなんだけども、で、まあ毎年追悼式をやってるんだけど、今年も7月26日に、追悼式を津久井やまゆり園でやるということになってますね。私も行こうと思ってます。で今回その7月26日を挟んで、7月の24日から、7月の30日を共に生きる社会神奈川推進週間ということで、いろいろ取り組みをしていくということになってます。で、広報誌に掲載したり、市町村の広報誌にも出してもらったりとか、あとこの T シャツですね、一人でも多くの人に着てもらおうという呼びかけをしたりとか、あと民間企業さんが、協力してくれて、横浜高島屋では、店員さんがこの T シャツを着てくださるということであったりとか、あとハーバーってお菓子の有明さんが、このパッケージに共に生きるって書いた、お菓子を出してくれるとか、あとテレビラジオとかで、いろいろこう共に生きる社会神奈川県庁っていうものをこうアピールしていくという取り組みをしていくことになります。はい、ですのでなんでね今日その話をしたのかっていうと、まあ本当何回も触れているんだけども、やっぱり6割の人が事件のことは知っていても、その後の動きであったりとか、今神奈川県の大きな柱の一つであるこの共に生きる社会神奈川県庁、少しでもね認知度を上げたいなという気持ちがあったんで取り上げさせてもらいました。ね、どうかねこの推進週間7月の24日から30日で、また本当に7月の26日、共に生きていくと、障害がある方と一緒に、健常の方も障害のある方も暮らしていける社会を作っていこうという気持ちをねみんなで持っていきたいなと思います。はい、共に生きる社会神奈川県庁、はい、お伝えさせていただきました。はい、それでは、パワーアップ神奈川また見てもらえたらと思います。はい、さよなら。